皆さん、こんにちは。現在の日本のアイドル業界を代表するグループである乃木坂46。乃木坂の人気から、後に欅坂46、日向坂46と系列グループを拡大していきました。今回は、いわゆる三坂道、乃木坂46、桜坂46、日向坂46のグループ間の闇について掘り下げていきましょう。まずは乃木坂46と欅坂46の間の溝です。乃木坂46の当時中学生だった岩本蓮加さんの差別発言です。岩本さんはビッグコミックスピリッツの表紙撮影のメイキング動画でのスタッフとの談笑にて、同じ坂道グループである欅坂46について気違いという言葉を使ったように思われる発言をしたということで、ファンの間で一気に大バッシングを受けました。岩本さんはまだ中学生でしたが、女の子らしくない暴言はファンにとって衝撃的でした。女の子はなかなか使わない言葉、運営ちゃんとカットしとけ、これは下品など批判が殺到しました。まだ子供であったことを考えれば、自身の発言の影響力などに考えが及ばないのも一定の理解はできますが、やはりダメなものはダメでしょう。しかも、キチガイという言葉の前に欅坂という言葉が入っていたので、余計に騒ぎになってしまいました。撮影に参加していた周囲のスタッフも、岩本さんの発言に対し、笑って、本音が出ちゃった、あはは、などと同調していたわけですから、大人として、14歳の子供の問題発言で、一緒に盛り上がるのは情けないとしか言いようがありません。これが元で、乃木坂46と欅坂46のファンの間で相当に揉めたそうです。天真爛漫キャラの岩本さんですが、あまりにも遠慮のない発言はかなり問題ではないでしょうか。欅さん、キチガイのイントネーションからして、欅坂自体のことじゃなくてスタッフか誰かのことっぽいけどな、という援護の言葉もありますが、差別用語を使ったこと自体良くないことですよね。次は生田絵梨花さんです。1億人の大質問、笑ってこらえて、ゲスト出演、インタビュー中に違う坂道を耳にした生田さんが表情を曇らせる場面がありました。生田さんが参加したのは、坂道を上り下りする人々に対して、あなたの人生は上り坂ですか、下り坂ですか、あなたの人生で坂の出来事は何ですか、というインタビューロケです。東京港区にある男坂を猛ダッシュで駆け上がる男性を発見した生田さん、しばらく待っていると今度は猛然と駆け下りてきました。そんな男性に生田さんがインタビューをしてみると、男性は新聞配達をしている最中で、今年宮崎から上京し、新聞配達の仕事をしながら専門学校で声優の勉強をしているということでした。さらに生田さんが、今あなたの人生は上り坂ですか、下り坂ですか、って聞いているんですけど、と質問すると、男性は今は下り坂ですね、と意外な返答が。続けて、どういった時にそう感じますか、と生田さんが尋ねると、男性は、配達はしょっちゅうくじけますね、ここの坂見るだけで夏は特に、と急勾配の坂を見つめました。でも下り坂は勢いつくんで、そのうち上り坂にどんどん登っていければなぁと、と熱く語る男性を生田さんは、かっこいいと絶賛しました。ちなみにここ男坂って言うんですけど、私何坂かわかりますか、と生田さんは試しに聞いてみたところ、男性は、何坂ですか、ああなるほど、欅坂、と回答すると、生田さんは、違う、一番聞きたくなかった、一番ダメ、それと苦笑いを浮かべていました。確かに乃木坂46と欅坂46は公式にライバルグループでも、一番聞きたくなかったというほどのものでしょうか。ちょっと言い過ぎですよね。男性はおそらく、あまり三坂道グループに馴染みがなく、とっさに思いついたグループ名を口にしただけでしょう。男性としてもいきなりインタビューしてきた女の子にダメと言われて、あまりいい気持ちもしなかったのではないでしょうか。当時、欅坂46は乃木坂46をしのぐ勢いの人気だったため、生田さんに少し焦りのようなものがあったのかもしれません。
ですが他には特にグループ同士を意識した発言は見られませんでした。小室哲哉に絶賛されるほどのピアノの腕前を持ち、乃木坂46在籍時からミュージカルに多数出演してきた生田さん、卒業後も活躍を続けています。次は欅坂46と乃木坂46をめぐる楽曲についてのトラブルです。欅坂46の絶対的センター平手友梨奈さんによると、乃木坂46の代表曲の一つシンクロニシティを欅坂46でもどうしてもやりたかったようなのです。秋元康さんがシンクロニシティのデモを平手さんに聞かせたのがきっかけでした。秋元さんはシンクロニシティに限らず未発表のデモ曲を平手さんにいろいろ聞かせており、意見を聞いていました。そしてその曲が大体欅坂46の曲になるという流れができていました。その中で平手さんが気に入ったのがシンクロニシティで、平手さんはこれは絶対欅坂でやりたいと思うほどだったそうです。秋元さんは特に欅坂に使うつもりで聞かせたつもりではなかったようですが、平手さんは欅坂でやりたいと秋元さんに言ったのですが、十分に伝わっていなかったようです。そして実際には乃木坂46の楽曲となり、それを聞いた平手さんは激怒。しかも日本レコード大賞に選ばれてしまったのですから、悔しさもひとしおだったのではないでしょうか。あとに欅坂46がシンクロニシティをイベント内でパフォーマンスしていたことから、どれだけ平手さんがこの曲を欅坂46でやりたかったかが伝わりますね。そして最後に欅坂46と日向坂46です。日向坂はもともとは長濱ねる救済のグループ欅坂46でした。長濱ねるさんの加入の仕方が特殊だったので、他のメンバーから苦情が出ないように長濱さんの仲間を募集するコンセプトで新たに結成されました。もともとは欅坂46のメンバーとなるはずだった長濱さん、記念受験のつもりで応募した鳥居坂46の第3次オーディションまで残ってしまったところで母親に反対され地元に帰されてしまいました。そんな様子を見た父親が運営グループに相談、最終オーディションを受けていないため欅坂46というグループと欅坂46の兼任になり、2016年の4月にデビューしました。欅坂内での存在理由も最初は不明で、すぐに長濱さんが離脱したので迷走してしまいました。でも真面目に頑張り抜いてシングルデビューまでこぎつけました。1期生の粘りもありましたが、2期生の弾ける姿も意外とよく絡み合って面白いグループになりました。2期生が頑張るグループは珍しいでしょう。メンバー数が少なめなので乃木坂46に比べればメンバーを覚えやすいし、個々がみんな面白い特徴があるので親近感が強いと評判。そして欅坂から正式に改名し日向坂46になりました。今三坂道の中で一番勢いのあるグループで、ランキングによっては欅坂46を抜く勢いです。長濱さんの件もあり、特に絶対的センターの平手さんは穏やかではなかったのではないでしょうか。欅坂46はいじめによる主要メンバー卒業などグループ内でのトラブルが多く、桜坂46に改名するという事件も起きています。元は姉妹グループとして結成された三坂道、今のところスキャンダルとして取り上げられるほど大きな確執はありませんが、ライバルの存在はお互い切磋琢磨していく上で大事なもの。これからもそれぞれが刺激し合ってより魅力的なグループになってほしいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。